維新共産などの野党5党は反対に回りこれまで慣例だった全会一致での承認は2年連続でなりませんでした野党5党が反対に回った理由の一つに挙げられているのが NHK のもみ活動会長の私的ハイヤー代金請求問題ですこの問題をきっかけに予算審議ではもみ会長の資質や NHK の報道姿勢に疑問を投げかける声も相次ぎました 一方で去年改正された放送法がまもなく施行されます今回の改正法 NHK に関しては主に海外放送の拡充とインターネットでの同時放送の緩和が盛り込まれています技術面番組制作面でのメリットなどはあるのかもしれませんが公共放送のポリシーなどまだまだ議論しなくてはならない課題も残っています 今夜はもみ会長のハイヤー問題が追及された今月16日の参議院予算委員会以降昨日来年度予算案が強行採決されるまでの一連の答弁をダイジェストで聞きながら今後の放送法の課題についても考えていきます。セッションででこれま NHK の まあ問題それから放送法の問題についていろいろな角度から語ってまいりましてで放送法もねあのこれからもまあ今のまで通りではなくていろんな角度から改善していかなくていけないポイントもあるじゃないかという話もしてきましたし NHK に関してはまあ特にこの2年間はまあもみー会長問題ということでいろんなところで話をしてきましたけれどもあの先日の,あのまあ予算案ではですね与党からは賛成多数けれども野党5党が反対に回るということで え前回一にならずということが続きました、はい、なのでこういった状況というのはまあ異常事態でもあるんですけれども今何が起こっているのかということを改めて振り返っていくとと,ともにこれからの放送のあり方を考えていきたいと思います、はい、では早速今夜のゲストをご紹介いたします えー、立教大学社会学部メディア社会学科准教授の砂川博義さんです。よろしくおといういくお願い,あのいろいろあのこの番組で放送法を取り上げましたしはい、はい、砂川さんにも<え>、はい、そのために参加していただきました、はい、けれどもはい、はい、以前出ていただいてからまたあの会長発言というのがニュースになることが続きましたね。はいうん、というわけで、まあ、この間ねあったこともまた後ほど、ね、あの触れたいと思いますが、はい、今日は放送法が変わったということなんですが、はい、いつ変わったんですか えっと今度の4月から年で変わるっ,ていうことなったやつがスタートするということになるわけですね。はい、あの今一度改めてなんですけれども、うん、放送法っていうものは一体どういうものなのかというところから伺っていきたいと思いますがまず放送法の成り立ちの経緯から教えてくださいもともとご案内のように日本の場合戦前はあのー、国が。え まあ前の NHK に対して命令をしてよく大本営発表って言われますけれども国が番組内容についてコミットしてたんですねでそれがまあ戦争が日本が敗戦になってですねそのアメリカからあの入ってきた GHQ の中で特に民主的な考えを強く持っている人たちがやっぱり放送をもっと民主化すべきだということを考えて1945年,19年に戦争終わってますから そのちょうど5年後にあの今の放送法と電波法、はい、それから電波管理委員会設置法というこれ、すぐなくなるんですけれども、うん、その3つが、まあ、施行されてですね、えー、そういう意味では、はい、最初にこの1950年にできた放送法なるものはその表現の自由という、まあ、憲法21条の表現の自由ですとか、うん、それからこう番組編集の自由 放送局がもう番組を自由に作るっていう,ようなことが明記されているので、えーはい、そういう意味では内容的にはよ,よい面が多かった、うん、特にその戦前の反省を踏まえてできたっていう意味では、はい、あの非常に民主的な法律だったんですねうん、うん。放送の独立っていうものを掲げたことになですねそれが、あのーまあ、1950年にスタートした時だということですけど、はい、それからの変化というのはどうでしょうか。えー その後いろいろ何度も,もう改正があったんですけれども、えー、まあ一番直近で非常に大きいのが、2010年にまあ大改正といって、ですね、はい、これはあの通信と放送の、えー、融合とか連携とかっていう言葉がありますけれども、霞が関だけではなくて、ですね、まあ、あのそういった政治家のまあ力というようなこともあって、あの放送関係の4つの法律を、 ガチャッとこう一緒にしたんですね、はい、そうしましたところ、えーと、条文で言っても180何条という,こう巨大な放送法が今、できて、うんはいで、ほとんどですね、はい、普通の人読んでもわからないような放送法に実はなってしまっていて、ですね、ええええ、なのでなかなかこう放送法を読んでいくと言っても、あの一見したところ、このどこが、 何を書いているのかってはよくわからないような、すごく大きな法律になってしまって、うん、そういう意味では、あの霞が関のまあ総務省の官僚ですとかね、うんうん、でないとなかなかこう読み込めないというようなものになってしまっているというのが現状だと思いますね。うんはい 放送法が対象とするものがもう膨らんでいったとっいうのが2010年ということですねその中身なんですけども、まあ、量が増えたというのは分かりますが中身については,ではどういう方向になっていたんでしょうか中身についてもですね実はあの放送の定義というのがいろんな法律でそ,のそれぞれの法律がまあどういう定義をするかというのがあってですね、うん、それ2010年より前の放送法の場合は あの放送って電波を使っているということで、その電波を使っているまあものが放送ですよと、簡単に言うと、ですねそれがその4つの法律、例えばそのケーブルテレビの法律なんかも一緒にしてしまったものですから、放送が電波以外でも使ってるわけですよね、ケーブルテレビなんていうのは電波使ってなくて、線を使ってますからね。そそうするとその今までその 無線通信と言ってたのをです、ね、電気通信っていうふうに変えたんですね、放送の定義をですね、うんうん、でそうしたところを、まあ、漢字2文字あの変わっただけなんですけれども、えー、電気通信っていうことになりますと、実はインターネットも入ってくるわけですよ、はいはい。やっぱりあのインターネットの世界で電気通信の一つのカテゴリーっていうことになりますので、うん、そういう意味で言うと、もうすでに2010年段階で、 ょ、まあ、うさんもお詳しいと思いますけれどもインターネットって自由だっていうことを規制があまりかからないというのが一つ、インターネットの世界のいいところでもあるわけなんですけれども、うん、法律上はその放送の中に電気通信という概念が入っているということは何かインターネットであった時には、えー、今の放送局にかけているようなさまざ、あ、まな規制があるわけですけれども、はい、そういうことをやれる土壌 うんつまり、この法律を改正するときに、インターネットもこれ、含んでるんじゃないかって、だいぶ国会でも議論になって、ですね、えー、当時の,その総務省は、いや、そんなことないんだというような答弁はしているんですけれども、はい、ただ、文言上を読みますと、電気通信っていうのは、普通に考えてもインターネット入っていますので、えー、あの今後、何かインターネットの問題が社会的なですね大きな問題になったりしたときには、 この放送法を使って、何か規制をかける目というのは入ってるっていうふうに考えていただいたほが、僕なんかはいいと思います放送法を使って規制をかけるっていうことは、今の放送法を使ってということではなくて、そこの放送法にまあちょっとアレンジして、つまり改正をして、うね、改正どうするかなんですけども、ただ、その放送のカテゴリーっていうのが、 インターネットも含んでるっていうことになれば、ですね、えー、例えば極端な話、免許制度みたいなことだって、インターネットにかけようと思えば、ですね、はい、まあ当然、改正はいるにしても、考え方としては、今の放送局、免許ですので、そういう考え方は使えるようになっているうんういう。となると、現状の放送法では少なくともネットはまあ規制には直接はならないがな。 今後、そうした議論が出てくるような余地は残されている,残されてるということですね、はい、そうした狙いって、どの程度、今あのい、意図的にというか、自覚的にその霞が関では、まあ、練られてると思いますか、あのー、やっぱりその、特に霞が関の世界では、なんかトラブった時に、いやちゃんと僕ら考えてたんですっていうことを。はいまあ ある種のアリバイ証明するのが一つ、役人の奉行本能的なところもありますので,、うんえー、でそういう意味で言うとこれだけネット社会になってですね、はい、インターネットユーザーがもうほとんどあの国民ほとんど使っているような状況の中で、うん、まあこれが社会的問題、まあ、どういうケースかちょっと別にしてですけれども起こった時にはやはりあの法律を、まあ、多少いじれば対応できるんだと、えー、いうことは十二分に。 からはやっぱ考えてて作っいると思まます、ね、つまりもうターゲットにはしてるよっていうこの言い方だと、まあ、こう意図的なあの感覚はしますが <laughs>、はい、少なくとも視野には入れてるんだ、はい、議論の土壌には、まあ、土台に上がってるんだということですね。 さてそうした中で2010年にもうすでにネットというのがまああの論点になっていた<ー> <laughs> そしてえ昨年改正されて4月から施行される今度の放送法の改正なんですけれども今度は何がどう変わるんですかはい、はいえっと、大きく NHK 関係とそれから民放関係というふうに分かれるんですけれども、はい、NHK に関しては大きく2つありましてですね一、えー、つはあの 外国人向けのテレビ放送っていうのが、今、NHK が国際放送のテレビでやってるんですけれども、それをあの国内でも受信して、例えばホテルなんかでですねあの見てもいいよっていう、一見これはあのちょっとこと細かいような感じがするんですが、その裏返しに、ですねあの国際放送の充実というのを、今のまあ安倍政権は非常に強く意識をしていますので。 NHK があの来年度からの3か年の,あの経営計画っていうのを1月に出したんですけれども、その中でもその国際放送を拡充するんだという、国もそういう方向、NHK 自身もそういう方向なので,で、ああ先ほど出てた強行採決された来年度予算の中でも、ですね非常にあの一挙 50億ぐらいボンと国際放送の、はいえー、積み増しになってたりしますのでまあそういう NHK の中の,その国際放送の充実というところが一つあります、はい、からもう一つがこれがまあ非常にあの大きいところでもあるんですが今まで NHK をご覧になったと NHK オンデマンドってやつであのこの番組は NHK オンデマンドでということで,、はいはいで 要するにまあインターネットで見られますよって言ってますね、あれはあの法律上はです、ね、同時はだめだったんですね、うん、つまり事故、うん、要するに放送が終わりましたと、じゃあ、大河ドラマが8時45分に終わったら、じゃあその後オンデマンドするのはいいんだけれども、うん、同時はだめよっていうふうに法律上なっていたんですが。えー でまあ、特例的にあのロンドンオリンピックなんかで試験的にですね、まあ、そういうことをやろうというようなことは実験としてはありましたけれども、うん、今回の法改正によってですねあの同時ということもまあ可能になるんですね、す、はい、でに NHK はあの1万人の世帯ですね、1万世帯で、まあ、4月以降、そういった実験的にですけれども同時に。 あのまた受信料を払っている人の中の1万人なんですが同時の番組を受けることを、まあ、実験的にやろうということで,、うん、でこれはあの、まあ、よく NHK が一つ模範,にし模範というかですねしてるのがイギリスの BBC というところがありますけれども、えーえー、BBC やそのドイツの公共放送の、まあ、ZDF という,ようなところなんかはすでにもうあの。 インターネットで同時に流すないしはインターネットで、まあ、例えば1週間とか、あのー、振り返って見えるようにするというのも含めて放送サービス、えー、公共放送のサービスなんだということを言っているものですから、うん、NHK もその方向に向かって足を踏み出すということがあります、うんうん、でただ、これはあの受信料の使い方という意味で当然、議論があるところなので。えーはい だからネットだけでその見てる人、ネット回線がある人にも、受信料を払ってもらおうって議論は、こういったところから出てきてるわけです、ね、テレビがなくても。 うん、でそれでネットユーザーは反発している人もいるけど、例えば、受信料ってえっと月いくらぐらいでしたっけ今、えー、今2400円とか、BS も含めです、ねえー。となると、動画配信サービスで月3000円のところとかねあったりすると、はい、それだったらみたいな感覚になるユーザーも出てくるかもしれない。可能性ありますね、うん ちょっと話戻って、あの外国人向け放送というものを国内に提供するという話ありましたこれのそもそもの目的というのは、どういった意図だということが今、掲げられているんでしょうかあの結局、外に向けてだけ放送してるんではなくて、まあ、あの外国人の方で日本にお見えになる方も当然いらっしゃいますから、えー、そういう人に向けてもまあ PR をしていくと、それから日本国内でもこういう放送を NHK しているということは認知率を上げて、えー、でその上で、ああ外国向けというのも、 よりこう、まあ、ブラッシュアップというかそういうことをしていこうという考え方で国内向けにその他,国他国語の,その言葉を多国籍な放送をするというのは例えば、えー、災害時の,その支援とか、ねはい、あるいは国内に住んでいるさまざまなルーツを持つ住民へのサービスという点では非常に重要なものだったりしますよね。はいはい、一方でこのの間自民党は国際放送に何故力を入れるのかというと、はいはい 歴史戦に勝つというようなことをまあ掲げている、だから慰安婦問題とかそうした問題で日本側の言い分をい伝えるんだという,ようなことを言ってたりするんですけど、ね、これ、ポイントがどこに置かれるかによってその国際法の国内放送というのも変わりそうですね。かなり変わるとと思いいいまますすね、うん、やあの自民党の議論を聞いてますとあの PR とですね、えー、やっぱ放送っていうのの区分けがついていないなという感じがあるんですね、うん、<laughs> 政府の PR を NHK にやってもらおうという意図が見えますやっぱそうじゃない国際放送、例えばそれこそ,そ BBC なんかそうですけれども、えー、なぜ BBC の国際放送が一定評価を受けてるかっていうのは、やはり放送局として、まあ、ジャーナリズムをきちっと踏まえてですね、うん、その国が右行ったら右とか。はい そういう放送じゃないからなんですよね、えー、きちっとイギリス政府はあの批判するとか批判すると独立していると、はい、そこが、まあ、BBC が信頼を得ているところなので、うん、どうもその自民党の議論ですとか、モミーさん自身の,あの去年の1月の就任記者会見の時の発言などを聞いていますと、えーうん、どうもその PR をね、 する期間をどんどんこうお金かけてやっていこうという意図が見えるので、えー、そのようなことをいくらやってもですねその国際的な信頼に結びつくというのはちょっと考えにくい公共放送への信頼性をそれで損なうことになれば、うん、今度は政治への信頼性というのを減らす,す社会への信頼性を減らすということにこれは直結してていくわけですよね、はい、さてあの今、2つ挙げていただきました。 NHK のインターネット活用業務の拡大というのが2つ目としてまいりました、はいはい、これはあの結構、私も現場であのいろんな方がもう動き始めているり、企画会議なんかも進んでいたりして、例えばこれ、同時放送ができるだけじゃなくて、今までだとあれですよね、例えば番宣とかをネットとかで流すということもだめだったんですよね,すね。はい それができるようになる、<laughs> はい、あるいはネット上で独自の例え放送をして、それを例えばテレビで取り扱うということもできるようになると。ね、となると、例えばあの私の関心とかだと、難病患者の方とか、あるいはさまざまな障害がある方の,そのちょっと生活の工夫とかね、うん、そうしたものを例えばあのネットとかでこう貯めていったりして、それのダイジェストとか、なんかいろんな連携とかはね、よりしやすくなりますよね。まあ、よりインターネットとその放送っていうのがこうう 密接になってくくってこう一緒、近づいていくっていうか、はいうん、一体になって番組作りしていく形になるんだ、テレビだけ見ているよりは、ネットもつなげようかっていう方向に、どんどん作られていくだからそういう意味では、うん、お原さんおっしゃるように、メリットもたくさんあるんですよ、はい、でただ、まあ、デメリットというかです、ね、じゃあ受信料って、今、テレビを見てる人がまあ払って、 っているわけなので,、えー、で実は NHK の,のインターネット事業って、赤字なんですね、累積赤字が80数億ありまして、<laughs> 80数億でこれがですね結局、NHK のやる業務っていうのは、法律で決められているものですから、えー、このインターネットの業務っていうのは、今回、同時も OK になってますけれども、 まだこう付随的なあの、本来の業務にまではしてないんですね、えー、でこれ、さらに法改正をして、本来 NHK がやるべき業務であると、例えば地上のテレビですとか、ラジオと同じような位置づけにしますと、6600億という受信料全体の中で使えるので、その80億っていう今、独立採算でたまっちゃったやつは、 チャラんででるんですよねおいおいち <laughs> チャラというか組み込まれるということになるわけですね。ううなので、したがってそのじゃあネットユーザーも含めてですね受信料の使途として使い道としてじゃあそのインターネットにかかるお金っていうのは。 もうちょっとちゃんと議論が必要なんではないかという疑問が起こっている、えーうん、インターネットから距離がある例えば年配の方とかっていうのはうどうやってじゃあついていけばいいの、ね、みたいな気持ちに、ね、逆になっちゃう気もするんですけど、うん、例えばまあスマホとかねあるいはそのまあ携帯とかからあのまあテレビなんかもまあ見れるあるいはそこでの得られる情報が、まあ。 より豊かになるというん、ようになるところは例えば災害時に本人が使えなくても周りと一緒にその情報を見るという形でその情報圏の中には入っていくわけですよね。 だからそれのその自分が使いこなせるか否かっていうことももちろん重要なので、うん、そこはやっぱりそのこれからも使いやすいテレビっていうのになるハ、ね、<タッ>ードルやってあげてても割といやもういいからってなっちゃう年配の方とかもいらっしゃるからそこもやっぱ工夫のしどころっていうかもう片っぽ NHK がそうやってどんどん進んでいくと、うん、じゃあ民放そのままでいいのかそれこそじゃ TBS はそのままでいいのかねいうですね,ねどうなんでしょう、ね、<laughs> まあ私たちは TBS ラジオセッション TT というですね かも線という、まあ、あのそれは佐藤きですねあの現場ではね、はい、あのいろいろ燃えてる人もいるということなんですけどす、ね、これは。はい 放送法が変わったからといってじゃあ放送が直ちに変わるかというともう現場の努力次第なんですよね、いいアイデアを使って、そのあたりの両方を使って何のためにこの放送を通信などと連携させてやるのかというポリシーがより問われてくるんですよ。何となくウェブサイト作りましたとかネット先に出しますとかじゃ意味なくてこの理念を達成するためにあらかじめ出しましたっていうような企画力が実はより求められてくると思います。さて今あの 放送法改正で変わる点、NHK に関しては2つという話がありました、はい、民についいてはかが、民法についてはいかがですか、民放についてはですねあのちょっとこれ、説明するとあのややこしいんですが、今、あの在京テレビ、キー5社、はいまあ、TBS ですとか、フジテレビとか、あのか持ち株会社っていうあの、ホールディングスカンパニーっていうのになってるんですね、えー、だからグループ企業みたいな形になっていて、でこれの、まあ、要件を緩和してですね、うん まあ要するにグループ化をよりまあ強くすることができますよと,、はい、というのが一つと、なんでそんなことをやるかというのは、ローカル局がまあ経営が大変になったときに、国がこのローカル局は、ラジオでもテレビでもまあ構わないんですけれども、のその放送局指定して、ですね救済策を出すと。例えばですけど同じ 番組を違うエリアでも流していいよとか、ですね、えー、<laughs> それをあの<ー>国の方で、あで、今でもこの番組自体も、もネットで、うん、あの他の地方でも聞かれてますけど、はい、これはあくまでもこう私的なあの番組の販売の形態ですけれども、うん、まあそれをその国の制度として、もう経営がおかしくなりそうなローカル局には <laughs>。 そういうい形でローカル局救済をしますよと、えー、最終的にはキー局が子会社化をして、まあ、潰れないようにしてくださいということなのでんどちらかというとその経営面でまあよりキー局の力が強くなるというのら今、直ちにあの想定されているエリアとかはないんですけれども、えー、まあこのままいくとそのプラス面としては地方局はあまり。 潰れれななくてもも済むかもしれない、うん、でただマイナス面として言うとそのどんどんキー局の力が強くなりますとローカルの独自番組が減ってしまって放送の多様性がそうそうそう失われてしまってね、うん、でむしろだから中継局みたいなローカル局が出てしまって。えーえー どどこどこ支店みたいな、ですね銀行のなんとか支店みたいなことになりかねないっていうのがまあマイナス面と、うん、それがまあ民法の改正っていうことになりますねうん、うん、やっぱりメディアが相互に独立しながら、相互に批判もし合いながら育っていくということが重要なんですけど、ねはい、放送ってでも、あまり相互批判はやらないですよそうした中で、そのルールだと、実はどうなんでしょうね。やっぱり よりしなするっていう方向に、批判し合って育つっていう方向には、直ちにいくイメージはちょっとわか,ない,ですか、ね、ないですね、だからやっぱりその経営をあのしっかりさせるっていうことが最優先になっているので、えー、つまり、まああの、総務省的な考えでいうと、まあ、放送局をまず潰さないと、うんだから内容的な多様性であったり、えー、今、荻原さんおっしゃるような、相互批判性というですね。 本来そのメディアが持っている健全な批判っていうところよりかは、うん、ま,あまずは潰れないようにするんだっていうのが先に来ている,るほどなるほどうう、ね、うんまあ維持っていうような感じですよね、ねはい、理念が。はい、他にはどんな変化があるんですかえっとまあ一応それが大きなところですね、えーまあ、大体これぐらいという、はい、あとは、まあえーまあ、文章がちょろちょろとかっていう感じですね。 いかに放送へのアクセスを確保するのかといえば公共性に資するような気はするけれどもただ公共性の理念つまり多様な議論をあの共有するための装置という意味ではそのあたりはちょっとあまり今素上に上がってないなという状況ですよね<笑><笑>、うん、この公共性の話はですねまたおそらく後半に出てくると思います、はい、さてということで NHK は今年1月に3か年経営計画を発表してネットに力も入れていくということもしている、はい、これによって今度はもう 受信料論争というのが加速していくそです、ね、ということになるんです、ね、であと、受信料に関しては、うん、ああ NHK の受信料っていうのは、ちょっとややこしいんですけれども、あの契約を義務付けていて、支払いを義務付けてるわけじゃないんですね。ややこしいんですけれども、契約はしてくださいと、はい、でその契約した NHK の, N H K の,そのまあ薬庫の中に受信料払ってねっていう形になっていて、えー、でそれはあ。のー どうしてそんなややこしいことしてるかというと、やっぱりその理念的なところで考えると、やっぱり番組がつまらないとかです、ね、はい、それからまあ今回の今はこだごだになってますけど、うん、経営者がおかしいとかいうときに、えー、やっぱりその受信 受信料を払う、払わないっていう選択肢で意思表示をするっていうことが可能だっていうことがあるわけですよ契約をしてても払わないっていうことが可能な契約だとしないっていうことで意思表示をするというですねはは、うん、例えば2004年に NHK が不祥事っていうのがありまして、えー、それこそあのプロデューサーが使い込みしたりとか、まあ、いろんなさまざまな一連の不祥事って言ってますけどその時にはやっぱりあの受信料を不払いが非常に増えたんですね。はい それによって、まあ、NHK の経営も非常に、まあ、あの当時、海老沢さ,さんという会長さんがお辞めになったりとかっていうことになったので、うん、やはりその契約をしないっていう選択肢があるっていうのは NHK の受信料制度の妙なんですよね、えー、それに対してイギリスの BBC などは受信許可料という言い方をして、はい、払わないと罰金刑。ほう 払わないと罰金刑になっているので、うん、でこれはあの実は第一次安倍内閣の時代にも、そういう NHK にもその支払い義務というです、ねうん、契約の義務ではなくて、お金払わないと罰則つけるぞと。えー まあどちらにしてもお金払うんでも今の,あの受信料制度ではその契約しながらといって罰則があるわけではないんですよ、ね、そうですね、だって長谷川美智子経営員だってね、あの払わない、支払い拒否っていうことを昔書いて話題になりましたよねなので,で、それは NHK 拒否してるんですよ、その支払わないと罰則つけるぞっていう話でしたね,、えー、ね。それをもみさんはどこまでお考えになったのかわからないけれども、この間、いや、それいいんじゃないですかみたいなことを言っているので。はい 逆にその、えなぜ NHK がその罰則付きの支払い義務をノーだと言ってるかっていうのはやはりその視聴者の意思というのもやっぱり考えないといけないんじゃないかと、うん、つまり法律制度で罰金をいきなり課しちゃうっていうのは、うん、それはその公共っていう。その、 公共放送とい取る道としてやはり良くないのではないかというのはずっと脈々と流れているんですね、うんえー、やっぱり公共性にはやっぱり参加するものの合意っていうものがどうしても重要になるわけでそれが今のその契約体制に現れている、うんうん、さてこれからまあ受信料の議論があの始まっていくというところまで放送法の改正の影響の話を伺いました、はい、さて、えー、ここからはですね NHK のポリシーの話をちょっとしていきたいと思います、はい 今月15日に NHK もみい会長のハイヤー問題が報道されてから参議院予算委員会、衆議院総務委員会では野党議員がもみい会長を厳しく追及しています番組では今月16日の参議院予算委員会でハイヤー問題が追及されてからの昨日衆議院本会議で NHK の来年度予算が強行採決されるに至るまでのやり取りについてダイジェスト版を作ってみました 我々もねあのこのスタジオのマイク生かした状態でそのダイジェストパンを聞いていきたいと思いますお聞きください、はい、NHK の茂木克人会長が今年1月ハイヤーで私的なゴルフに出かけた際の乗車代金が NHK に請求されていたことが今月15日に報じられ翌16日の参議院予算委員会では民主党の小川敏夫議員が モミ会長にこの問題の事実関係を厳しく追及しました会長あなたはなんかご自分のゴルフ完全な使用なのにハイヤー代を NHK に払っておったそうですねどうなんですか参考、えー、事実だけご報告します、えー、1月2日にプライベートでゴルフに行く予定がございました、えー、去年の暮れに秘書に対して公用者ではなく ハイヤーの廃車を依頼して代金は自分で払うことを伝えておりました。私のところに、えー、代金の請求があり金額が分かった時点で全額を支払いました。これがフルストーリーでございます。フルストーリー。やじ取ってますね。うん、フルストーリーという終わりには欠けてますね。うん、まず。 いつ請求があっていつ払ったんですか。それからその前に N H K が払った N H K の方に請求がいった事実があるんですが、N H K が払った事実があるんですか。そういうことも全部述べてフルストーレッチ言ってください。本当にあの事務の詳細は承知しておりません。本当にどういうふうな処理がされているということは承知しておりません。車っていうのはオーダーして乗ってあとお金を払うっていうこれだけでございますから、完全なあプライベートゴルフで。 でしたから、私は公用車じゃなくて、ハイヤーを頼んで、自分で払いますと、こう申し上げているわけです、すそして五穀請求が来て、直ちに私は全額自分で払いましたと、まあ、これだけのことなんですよ、あといつ請求規定どうだこうだっていう話もあるかもしれませんが、それが大変に重要な話かどうか、僕は分かりません、質問もされておりませんので、そう申しし上げました報道によりますとね、監査委員会の調査が始まった後に、 あなたは払ったということですが、その事実はどうですか。その監査人監査委員がですねえ、調査を始めたとかいうことよりも、こういうものは請求書が来てお支払いするのです。金額もわからないのに払えないんでございます。したがって金額はわかって請求が来た時点で私は払わせていただきました。それだけです。質問に答えてない。<laughs> 質問に答えたないよ。監査の後だと聞いてんの。 関西の後か前かは聞いてない、ね。速記、えー、を止めて。えっと時系列に行きますと、私がお支払いしたのは3月9日でございます。えー、これは請求書が来て金額が分かった日に即払いました。あのー、それ以前は金額も分かっておりませんでしたし請求も来ておりませんでした。えー、関西委員のあの調査がいつ始まったかについてはこれは私はちょっと。 答えを控えさせていただきます監査委員はガバナンス上会長とは全然別の所体でございますから私が申し上げる立場にはないんでございますご理解いただきたいと思いますさらにハイヤー代金についての追及は続きます二十日の参議院予算委員会では民主党の大塚公平議員からもモミ会長に対して次のような問いかけがありました NHK の会長にお伺いします 今週の16日の参議院予算委員会に出席した時点で、えー、会長は、主要ゴルフのハイヤー代が業務伝票で処理されていたこと、知っていましたか事務手続きの詳細についてはあ知りませんでした会長は、小川委員の質問に対して、えー、そのことを問われて、監査委員が何をしているかということは存じ上げないんですとおっしゃいました、昨日出た監査委員会の報告書を見ると、監査委員が3月6日に会長に事実確認の聴取を行った。 3月9日と16日にも聴取したと書いてあります。あなた、嘘ついてますね。嘘はついておりません。私は1月6日に監査委員からプライベートなのに、教会に請求が来てると指摘されました。このことで、私的利用分が業務使用分に含まれているのではないかと推察しました。そこで、16日の参議院予算委員会では、民主党の小川敏夫委員の質問に対し、 ハイヤー代金の事務手続きの詳細は承知してないとお答えをしました、また会社で使っている一部として、私の分も入っていたわけでございますとお答えしたものでございま監査委員はこの時点で、業務伝票で処理されていることを分かった上で聴取しているわけですから、聞いてるんじゃないんですか、委員長、NHK 会長のたびたびにわたる発言の姿勢、そして今の内容、岸井委員長が統括していただいている参議院予算委員会を冒涜するものであります。 私はまず会長に陳謝を求めたいと思います、えー、これはちょっと待ってください、例えばの件についてはね、ご、えー、国理事会において協議をさせていただきます参議院予算委員会として、辞任勧告をご検討いただきたいと思います、うん、これもご国理事会において協議いたします。委員長 ぜひよろしくお願いします。会長に最後に一問だけ質問します。えー、NHK 会長としての交際費、ご自分が使っていいタクタクシー券はあー認められてますか。認めた認められておると了解しております。今日の午前中の衆議院の総務委員会で、えー、高市総務大臣は NHK は放送法七十三条で業務以外に経費を支出してはならないと認識しているというふうにご答弁されました。NHK 会長の交際費も問題であると思いますので。うん 委員会としてこの点しっかり理事会でご協議をいただきたいと思います。私は日本放送協会の略が NHK だと思っていたら、なんと恥ずかしい会長。これ略すと NHK ですよ。まあ本当にですね。うん、NHK 会長には少し反省をしていただきたい。 あの <laughs> ちょっと、まあ、最後のフレーズは、うまいのかどうかはさておきですね。すね結構その激しいやり取りが行われているという印象ですね。はいはい、須永さんいかがですか、今のやり取りは。あの、やはりですね。あの、放送法の中に、あの。会長を経営委員会が罷免できる要件っていうのを書いてありましたね。えー、その中に、適しない非行っていう言葉があるんですよ。適しない非行。だから、会長とかを。 経営委員会がクビにするときに、うん、その要件に、適しない飛行っていう言葉があって、えー、つまり、そもみじさんが就任されてから、ですね、はい、この一連のことが、その適しない飛行に当たるかどうかということにやっぱなるので、そういう意味では単にその、ハイヤーがうんぬだけではなくて、ですねつまり、この NHK の会長として、 ふさわしい方なのかうん、うん、<laughs> そういうこと、こういう問題で、ですね国会で再三取り上げられたり、メディアで取り上げられたりっていうことが、本当にその公共放送の会長としてどうなんだっていう、そこの部分がやっぱ大事なんだと思うんですさて、えー、引き続きですねそのダイジェストをお送りしたいと思いますが、一旦ここでお知らせです。セッション20 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上地キセッション22今夜のメインセッションは NHK の来年度予算案を与党が強行採決。 審議の内容を振り返り、改正放送法を考えると題して探究モードでお送りしています。スタジオには立教大学社会学部メディア社会学科准教授の砂川博義さんをお迎えしています。須川さん後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではですね、えー、NHK の、えー、会長のまああのまあ意義というか、はいえー、資格というかそうしたものをめぐるですねやり取りさらに続きますので音声を続けてお聞きください。<noise> さらに追及は続きます。 今週月曜日には民主党の小川敏夫議員が再び質問に立ちこの際、問題となったのは16日の答弁で総務省の職員が茂木会長側に資料を渡したという点でした NHK 会長にお尋ねします3月16日にです、ねえー、私の質疑中に、えー、総務省の職員があ答弁資料を渡したのではないかと。 いう点で、えー、やりとりがございましたあ、その事実関係について NHK の方で調査した経過を教えてください今のご質問にお答えしますがあ、そのような事実はございません答弁用の資料は随行の秘書からあ受け取っております当時私の後ろの方で何があったのか私はわかりませんでしたが後ほど随行の秘書に確認しましたそれによると 総務省の職員が秘書のところに本を置いていったが、使用しなかったということでございましたあの総務省の職員がね、えー、本を持ってきたと、その本はなんという本ですか申し訳ありません、知りません。だって、あなたは NHK の会長としてね、そういうことの状況を調べて、あの来なくちゃいけないですよね、私は質問通告してるんですから。 えー、何が起こってたかについては、私はちゃんと調べてまいりましたが、本の名前までは調べておりませんじゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ、あの後ろの秘書の方で、聞こうですから、なんという本だったか、ちょっと聞いて答えてください。こうういもあるんですね放送法の築城解説という本のようです、うん、私の質問は、放送法の1条2項について、えー、会長に質問してましたですね。で職員が、うん 放送法のコメンタル、築城解説を持ってきた、しかも映像で見るかり開いて渡している、まさにここを答弁しなさいというアドバイスをしていたと同じじゃないですか、そういうふうには感じませんか。いずれにいたしましても、まず私は後ろで何が起こっていたか分からないし、それから開いていたかどうかも分からないし、それから今、うん、秘書に聞きましたらば、本当にあのときは忙しかったと思うんですが。 それで覚えてないと、まあ、こういうことでございます総務大臣にお尋ねしますがね、まあ、総務省と NHK というのは、仲良しお友達じゃなくて、総務省はしっかり NHK を監督するという立場にあるわけです、ですから、あ総務省があ答弁の協力をすると言いますとね、まあ、例えて言えば、試験監督官が受験生に、うん、カンニングの指導、協力をしているような、そんなふうに思えるんですがね、どうでしょう、総務大臣のお考えとして。 高市総務大臣まず冒頭に、小川委員、そして、えー、党委員会の委員の皆様、えー、国民の皆様に対して、お詫びを申し上げます。やはり総務省が NHK 会長の答弁をあの手助けするような行為があったということは、これはもう絶対に不適切でございます。 心よりお詫びを申し上げますそして当該職員に対しましては、厳重に注意をいたしました、今後、再発するようなことないように、しっかりと監督をしてまいります、本当に申し訳ございませんでしたまず NHK 会長、質問通告を受けているのに、事実関係を確認してこないということ自体が国会を、ね、あの無視している、大変この会議に臨む姿勢としてです、ね、全くなってないですよ、そう思いませんか。 参考人ちょっとご質問の意味がわからないんで野党がもみ氏の NHK 会長としての資質に疑問を投げかける中、うん、NHK の来年度予算についての審議が進められましたがそこでも厳しい質問が相次ぎました24日の衆議院 総務委員会では元 NHK の職員で維新の党の柿澤美都議員がもみー会長の言動などを挙げて NHK の中立性について疑問を投げかけました BBC やアルジャジーラというのはいずれもイギリス政府あるいはカタール政府との関わりを持つ放送局ですけれどもそれらの政府の立場から独立をしてその国の国営放送のようなプロパガンダではなくて偏りなく中立的に一時情報を取材をして 素材に余計な編集を加えずにニュースとして流していると、この報道の姿勢の認知と評価があるからこそ、世界的に政治的な立場を超えて見られる放送局として、評価を確立しているんだと私は思います。政府や国家権力からの独立性、中立性を確保しているという信頼を損なうと、メディアの死につながりかねない、そしてそんな放送局は国際放送として、世界の視聴者から見るべき対象とは見なされない。 ところが、ところが、茂木会長の一連の言動を見ると、その独立性と中立性に対する信頼を自から捨て去るかのような印象を与えかねない言動を繰り返しているように見えるんです公共放送あの、そういうご指摘をいただき,いただきましたことは、大変残念,残念です。併せて公共放送のトップの発言は、<coughs> 言動は、えー、影響が大きいと。 いいいうううことと、ね、十分認識されるる必要があるかというふうに思います一方で、えー、今回の経営計画で見られますように、経営,経営委員会が、えー、非常に重視しておりました、放送と通信の融合の問題、国際放送の強化については、大変なリーダーシップで、えー、計画を取りまとめられたというふうに思っておりますので、えー 会長はです、ね、放送法を重視するとおっしゃってますんで、経営委員会としても、今後、その活動を見守りたいというふうに思っています茂木会長はあの、公共放送っていうのは何かと、NHK のホームページで公共放送とは何であるかというふうに書いてあるか、ご存じですか、えーまあ、いろいろ書いてありますけれども、放送法の中でいつも私が言っておりますように、 やはり普遍不偏不と事実に基づいて、うん、っやり、はい、の事実的な放送をやっていくこと、はい、それからやはり先ほど申しましたように、全国津々浦々に電波を届けること、はい、それからやはり災害のときにです、ね、これも漏れなくそういう情報が行くようにすること、まあ、こういうことであろうというふうふに思います。要するに 我々 NHK は皆さんから受信料を頂い,いているわけですから、あ他の各社がで,す、ね、できないようなこと等々をとうとうです、ね、やっぱり率先してやるべきだろうというふうに思っております柿澤網戸君。NHK のホームページで公共放送とはっていうところがあってです、ね、こう書いてあるんですよ。 まあ電波は国民の共有財産であるということからすると、広い意味では民放も公共性があるということになりますが、一般的には、営利を目的として行う放送を商業放送、民間放送、国家の強い管理下で行う放送を国営放送ということができますこれらに対して公共放送とは、営利を目的とせず、国家の統制からも自立して、公共の福祉のために行う放送と言えるでしょう、NHK は政府から独立して、受信料によって運営され、 公共の福祉と文化の向上に寄与することを目的に設立された公共放送事業体であり、今後とも公共放送のとしての責任と自覚を持って、その役割を果たしていきます、まあ、こういうふうに書いてあるんですね、でえー、先ほどの結果責任の話に一旦戻りますけれども、もみ会長は今までの結果責任として、NHK の公共放送としての国内外の信頼を自らの言動によって低下、またはし既損させたという認識はありますか。 私に対する評価はベストいたしまして、NHK がやっております放送は、全く評価を下げるようなことはございませんでした、そういうふうに思います私に対する評価は別なんです私に対する評価、個人の評価なんて聞いてないんです、経営トップとしてどういう評価を受けてると、認識があるか、これを聞いてるんですから、してないななことになりますよ逃がさないかんが。 私もいろいろ出現したことはお認めいたしますが、えー、それがどの程度信用を失墜させ、手に入るかについては、私は正直言ってわかりませんが、同時に、やはり私がやってきたいろんな NHK においてやってきたことの評価もございますから、<ー>一概に、ね、NHK の評価を下しているということばかりではないと思います。私は やはり今までいろんなことで,です、ね、批判もされましたし、それについて釈明および謝罪もしてまいりましたが、やはりそうでないところで、私はちゃんと仕事をしてるつもりでございます、うん、まあ自分の失言など、対策はないと、こういうことを言ったことになるんじゃないですかね <laughs>、うん、なるほど。というわけで、あのやり取りを聞いていただいたんですけど、ど、はい、らさらにです、ねね、野党からの追及が続いた上での発言などもお聞きください。 野党からの追及が続く中与党は25日の衆議院総務委員会で来年度の NHK 予算の採決を強行野党議員が委員長席に詰め寄って抗議する中 NHK 予算は与党の賛成多数で可決されましたそして昨日予算案は衆議院本会議で自民 公明の与党などの賛成多数で可決され参議院に送られました民主、維新、共産などの野党5党は反対に回りこれまでの慣例だった全会一致での承認は2年連続でなりませんでした与党側は31日の参議院本会議で承認させる方針です 日程第,二放送法第,70 70条第2項の規定に基づき承認を求めるの件を議題といたします委員長の報告を求めます総務委員長増谷圭吾君そのチーターでさっきの失言をお認めしますという表現がちょっと <laughs> 受け止められてますね <laughs>、はい、本件は日本放送協会の平成27年度収支予算 事業計画および資金計画について国会の承認を求めるものでありますまず収支予算は一般勘定において事業収入は6831億円事業支出は6769億円でありまして事業収支差金62億円となっております次に事業計画は判断のよりどころとなると公平公正で正確迅速な報道に全力を挙げるいと,と,ともに

6, の日本放送協会会長からそれぞれ聴取した、うん、質疑に入り、昨日質疑を終局いたしましたう目が飛び出そうに、質疑 <laughs> で討論を行い、い採決いたしましたところ、ね、賛成多数をもって承認すべきものと決しました。うん、なお、本件の審査に先立ちまして、公共放送の在り方について質疑を行うと、慎重に審査をいたしましたことを申し添えます以上上ご報告申し上げます。 民主党務所属クラブの奥野総一郎ですただいま議題となりました放送法第70条2項の規定にここまで NHK を巡って劇論が交わされるのっていうのは歴史上どうですかそれこそ前三井物産の復讐会長が7ヶ月で辞めてる時きがなその人のときに似たような感じでその人いきなり英語で答弁始めたりはいはいはいありましたねだから謎の それ以来ですね。わらずモ会長の問題答弁を築ぐためか年度内承認を急ぎマスヤ警吾委員長が我が党の強い反対を変わらず直見や定理事態に国会で選ぶというかまあ同意するというか任命責任じゃないですけれども本当に適した人を選んでるの実にというと国会が同意をして内閣総理大臣が任命をするので うん、安倍首相も、それでは責任を持って、本件を委員長報告のとおり、承認するに賛成の諸君の起立を決めます。多数,多数よって、本件は委員長報告のとおり、承認することに決まりました。 これでずっと音声で聞いてるだけです、ね、あの本当にやじばずっとずっと,ずっと聞かれるというわけですね。うん、というわけで、大、えーはい、ジェストでこの間に起こったこと、つまり、えっと、ハイヤー以降なので、えーえー、もみーさんが就任してからではなくて、はい、ハイヤー問題が発覚して以降のこの1、2ヶ月、はい、1あ2、二ヶ月でいうか、週間ぐらいですよ今月日ですからね。はい の模様をダイジストで起こるで、はい、いろいろ起きましたね、砂川さん。そうでもね、本当に、低レベルっちゃ低レベルな話なんですよね。でただ、やっぱそこを気をつけなきゃいけないのは、えー、やっぱ受信料って国民が払ってるお金ですから、はい、で特別に NHK っていうのは、特殊法人っていう形で、あの特別の権限を放送法っていう法律によって与えられてる組織ですから、えー、で直接国民から税金と同じような形で、独占的に 受信料ってもえもらっててもらるわけですだから公の場でいろんな形でチェックされなきゃいけないっていうことですからねそこのやっぱりその公共放送って何なのかとかっていう議論が今の答弁の中でも非常にこう表面的な話で、えー、あの終始してしまってますよね、うんそうです、ね、やっぱり21世紀の公共放送ってどうあるべきかみたいな議論はほとんど出てないですよね。やっぱりその例えばこう 公共放送、あるいは放送法の今後ということで考えるならば、より独立した組織、そうですあるいはよりさまざまな試みを民放ではできないような、はい、つまり短期的な採算重視などではなくて、数字数、はい、重視などではなくて、そこらそうしたところに力を入れた論議というものが、本来であれば、求められる例えば、イギリスの BBC は、21世紀の公共放送サービスということについて、えー、あの意見募集をあの行ってですね。はい 国民から1万通以上のいろんな意見が出たりして、でそれでどうしましょうかってことを考えているんで、あえー、だ今の NHK の,の方策とか見てますと、すごくこの、まあ、ある種、政権与党と、まあ、モミーさんみたいな形の議論しかないので、はい、そうすると、それこそインターネットを使って、じゃあ公共サービス、これからどうなるのとかですね、えー、うんそういう、やはりあの国民の立場に立った議論っていうのがやっぱり必要なんですよね。はは、うん、はいはい、はい その一方で今 NHK にはねむしろ抗議の電話があのより多くなって会長宛てのっていう,ようなことも続いてるって話もあったりしますけれども本来であればもう放送法、これで完成では全くないしむしろあのちょっと懸念材料もネットなどに関してはあるということなのでまあこの前の,その選挙のやり取りとかも含めてむしろ政権からの独立性この辺りの議論というのは中川さんどうでしょうか。 いつ頃前に進みそうですかいや、だか今の政治状況だと変えない方が自民党にとっては都合がいいわけですよね、えー、だからむしろやっぱりその国民の側から見て、このままではいけないという議論をまあ重ねていくっていうことが、まあ、あの民主党なんかもそういう対案の法律出したりしていますので、えー、やはりあのネットユーザーも含めて、これからじゃあ放送局ってどうしたらいいの、特に公共放送どうしたらいいのみたいなことが、うん、あのやっぱり。 みんなから意見が出てくるようなことで、まあ、政治も動かざるを得ない状況を作るっていうのがやっぱり実はあの一見、回り道のようでしかも。